たってわからないし、青空の下君を待った、風が吹いた証拠、昼下がりを抜け出す想像で、これからどうなるんだろうね、進め方教わらないんだよ、君の目を見た、何も言えず僕は歩いた。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。ただいま現在は4月の15日月曜日の2時45分でございます。さてさて、先日ですね、オフ会をやらせていただきました。本当にちょっと夜遅めというかね、夕方の5時からスタートだったんですけど、本当にたくさんの方に来ていただけて本当にありがとうございます。まあ僕はそのね、オフ会が土曜日にあったわけですけど、前日入りして金曜日からね大阪にいました。金曜日はいつも通りね、たかたかとレコーディングをしたりだとか、楽曲制作をね、しておりました。最近何が流行ってるかなって話をしてて、これがいいんじゃないかってことで、今日一日でレコーディングと撮影を、終わらせました。で、まあその大阪にいる期間、ゆうゆう宅にね泊まってたんですよ。僕の動画のメンバーの子たちも泊まってたので、布団がなかったんですよね。僕が布団使うのはちょっと申し訳ないなと思って、地べたの方で自分のコートを羽織って寝てたんですけど、それを2日間続けたら案の定めちゃめちゃ今風邪ひいております。体的にあれですけど、気持ちは元気なので大丈夫です。で、ちょっとね、体調含め今週のスケジュールを考えて、毎週土曜日このチャンネル更新なんですけど、ちょっと土曜日はお休みしようかなと思っております。まあその分がね、今日上がったこの動画っていう形で捉えていただければいいかなと思います。まあね、誰よりも早くアカメラバージョンでカバーしたやつをね上げたかったので、ちょっと急がせていただきました。ぜひリクエスト曲とかもねあれば随時募集しておりますので、コメント欄とかぜひ書いていただければ、もしかしたらやるかもしれません。なのでぜひたくさんコメントお願いします。そしてホワイトボックスの公式のインスタグラムが、開設されました。イエーイ。フォロワーがね100人に達するまではフォローをね返そうかなと思っていますので、ぜひ今のうちにフォローしていただければいいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。終わったー。